本日はマスコミ各社の皆さんにおかれましては大変お忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございます。この度積善地区に高速インターネット回線が開通し、光インターネットのサービス提供が開始されることとなりましたので、ご報告をさせていただきます。人口減少、少子高齢化による労働力の減少が現実となりつつある中、今治市においても住民サービスの水準を維持するためデジタル化への対応が重要な課題となっております。特に2020年以降の新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりまして、市民生活や都市機能においても新しい生活様式に応じました ICT デジタル技術の活用、DX の推進が急務となりました。こういった状況にもかかわらず、平成17年に合併をいたしました12の市町村の中で、唯一インターネットの光ブロードバンドサービスが提供されてなかったのが、実は積善地区でございました。ご存知かとは存じますけども、インターネットを含めた通信サービスは民間通信事業者により提供されてございます。そのため、地域によっては地形や採算などの都合でサービス提供が難しいことがございました。しかし、住民の安全安心かつ文化的な暮らしを守る行政の立場から、積善地区への情報インフラの敷設は欠かせないというふうに思っておりました。また住みたい田舎ベストランキングで第1位のご評価をいただいている本市において、移住をご希望される方にとりましても、島で自然に囲まれた環境でお仕事をしていただくために、高速インターネット回線の有無は大きな問題であり、地域からも切実なご要望を寄せいただいておりました。こうした方々の声に真摯に耳を傾けて、私が市長就任以来、国や通信事業者、そして多くの皆さんと協議を重ね続けた結果、この度ようやく積善地区への高速インターネットサービスの提供を実現することができました。9月の29日に、満を持してサービス開始をしたところでございます。本日はサービス開始にご協力をいただきました西日本電信電話株式会社様を代表し、中山様と仙崎様にご出席をいただいてございます。その他ご尽力をいただきました関係各位の皆さんに、この場をお借りし熱く御礼感謝を申し上げます。またこの機会にインターネットを活用した今治市の新しいサービスなど、スマートシティ今治の推進についてもご紹介をさせていただきます。一つは朝倉小学校校区の通学路危険箇所の見える化についてでございます。当該小学校校区では今年6月、小学生が車にはねられる痛ましい事故がありました。事故の再発を防ぐため、道路設備の改修などを進めるのと合わせまして、校区内の通学路の危険な場所を調べ地図にし、教師や保護者、地域の皆さんで共有をしていただき、どこが危ないのかを認識しておく取り組みを進めておりました。地図の作成にあたりましては、今年8月に本市と連携協定を結んだ株式会社自在メッケ社の提供する地域情報アプリメッケを利用してございます。教師や保護者、地域の皆さんの持つタブレットやスマホから簡単な操作で地図と写真により危険な場所が確認できます。まずは取り急ぎ朝倉小学校校区から開始をしたいと存じますが、より良い方策を絶えず検討を深め、内容を充実させながら他の小中学校校区にも展開をしてまいりたいというふうに考えてございます。さらにもう一つ、今治手の東市役所の開設についてご報告をさせていただきます。本日10月の3日、さまざまな手続きをスマートフォンやご自宅のパソコンから行うことのできる電子申請システム
今治手のひら市役所がオープンいたしました。戸籍関係証明書や所得課税証明書の交付申請など新たに11種類の手続きがオンラインで可能となりました。こちらも市民の皆様のニーズを踏まえて順次対象の手続きを増やしてまいりたいと考えております。以上3件の詳細については後ほど担当から詳しく説明をさせていただきます。事前にお知らせをした項目にはありませんでしたが、大変嬉しいニュースが飛び込んでまいりましたので、この場で発表をさせていただきます。来たる令和6年6月の1日から2日にかけまして、第2回モルックジャパンオープンが今治市スポーツパークで開催される運びとなりました。モルックはフィンランド発祥の投擲スポーツでございます。まだ馴染みのない競技なのかなというふうに思ったりもいたします。まあ世代は問いません。そして性別も問わないのかなというふうに思っておりまして、気軽にできるスポーツでありましてね、近年、人気が急上昇してございます。2018年には1000人に満たなかった競技人口が現在では1万人を超え、なお増加中というふうに伺っております。今治市ではこの魅力あるコンテンツを生かすべく講習会の実施や軽スポーツ大会の競技種目に採用するなどモルックの普及推進を行ってまいりましたが、この度より一層の普及拡大や今治スポーツパークのにぎわい創造、今治市の活性化を目的にジャパンオープンの開催誘致に取り組み、この度の実現となりました。ジャパンオープンはモルック日本大会に並ぶ公式大会でございます。今年度石川県金沢市で開催された第1回大会では、大会期間中約240チーム1200名がご参加をされ、熱い戦いが繰り広げられましたが、第2回今治大会においても同程度の参加が見込まれます。また試合と合わせてモルック体験教室のほか、さまざまなおもてなしメニューもご用意させていただきたい。選手や観客の皆さんが十分に楽しんでいただけるようなイベントに仕上げる予定でございますので、ぜひスポーツパークに足をお運びいただき、モルックの魅力を体験していただきますとともに、合わせて今治市の魅力も楽しんでいただきたいなというふうに願ってございます。また今治大会の開催を契機に継続的な大会の実施やモルック競技人口の拡大、スポーツパーク周辺のにぎわい創造により一層取り組んでまいりたいというふうにも思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。私からの発表以上は以上でございます。NTT 西日本四国支店の中山と申します。この度はこのような貴重な場にお招きいただきまして誠にありがとうございます。先ほど徳永市長より発表されました積善地区、高速インターネット回線開通事業は、住民サービスの向上並びに、安心安全な環境づくりを推進する行政の立場からも、重要事業として位置づけられている中で、昨年度ですね、弊社の方で、実施事業者としてご選定をいただきました。それを受けまして、光ファイバー整備工事、並びにサービス開始に向けた住民説明会の方を実施させていただきました。住民説明会におきましては多くの住民が参加されまして、期待の高さを肌身で感じた次第でございます。また本事業の工期中は、積善地区の皆様、並びに今治市役所の職員の皆様にですね、多大なるご理解とご協力をいただきましたことをこの場を借りて厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。光ブロードバンド基盤は地域活性化への取り組みや、住民サービスにおける DX を推進する上でも、重要なインフラとして位置づけられてきております。今回の整備によって積善地区の皆様が快適で便利なインターネット環境をご利用いただけることに加えて、
先ほど市長よりありました移住の促進や、あるいはデジタル化の加速による市民サービスの向上、並びにですね、超スマート自治体への転換等の実現にもですね、寄与できるものと考えてございます。弊社としましてはですね、今後もさまざまな課題を解決する ICT ソリューションを提案するなどを通じまして、今治市の発展に魅力ながら尽くしてまいりたいと考えてございます。最後になりますけれども、関善地区並びに今治市の皆様のますますのご繁栄を記念しまして、弊社からのご挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。